飛び込み女子の元世界選手権代表、まぶ優香28が現役引退することになった。所属のミキハウスが2日、2023年度のシーズンをもって引退すると発表した。競泳の瀬戸大也、カリス &CO と結婚して引退し、2児の母親になった後、現役復帰。 22年4月よりミキハウスに所属してパリゴリン出場を目指してきたが、果たせなかった。今後は瀬戸をサポートするという、まぶちのコメントは次の通り、3歳から飛び込み競技を始めて25年が経ちました。小さい頃から飛び込み一式だった私は、それが受け入れられずに飛び込みから逃げたこともありました。ですが一度引退し、結婚。 出産を経て、現役復帰してからは心の底から飛び込みが大好きになっていました。パリ五輪に出場できなかったことは、すごく悔しかったですが、これまでの競技人生を誇らしく思います。最後になりましたが、競技人生を支えてくださった指導者、競技関係者の皆様、報道関係者の皆様、マネジメント事務所社長、友人たち、 ミキハウスの皆様、家族に心から感謝を伝えたいです。今後は夫のパリゴリへの挑戦を家族でサポートしていきますので、引き続き見守っていただけると嬉しいです。この引退発表を受けてファンは SNS に、夢をたくさんありがとうございました。瀬戸大也さんのサポートを応援しています。などとねぎらいの声が寄せられている。